点ということで、こちらのということでこちらでございます。ご飯も味噌汁もありますね。ということで寄ってまいりました。っていうか思ったよりでかい。サーリーカップ、こんにちは、のぶです。本日は時間限定でコスパが高そうな居酒屋さんがやっているランチ、そちらの方をいただきに行きたいと思います。ということで本日今来ているのはこちら早原町の小金森公園でございます。こちら右手左手が陸上競技場なんですが、陸上競技場は毎年 J リーグのキャンプなどにも使われる陸上競技場です。そんな陸上競技場のある早原町、そしてここからですね、結構多分車で5分ぐらい、そして多分分かりやすいのは早原南インター、高速に続いている沖縄自動車道、そちらの早原南インターのすぐ近くにある居酒屋さん、そちらがランチタイムにコスパの高そうな定食がやっているっていう聞きつけたので、そちらの方に行ってみたいと思います。しかも時間限定、多分12時までに注文かなする必要があるんですけれど、結構12時前になるとですね、お客さんがたくさん来る居酒屋さんのようです。普段南部に行くときに早原南インターを降りるとすぐあるところなので、結構目にしてる方多いかと思います。実は僕もお店はしてたんですけど、そんなにコスパがいいお店だとは全く思ってませんでした。今回ホットペッパーのキャンペーンもあって、そちらのお店についてちょっと調べたんですけど、本当に12時までに入るとコスパが良さそうなので、ぜひ行ってみてよということで、今から行ってみたいと思います。それではホットペッパーで予約済みでございます。ちょっと予約時間に遅れそうなんですが、こちらの公園から向かいましょう。店ということで、こちらの居酒屋きちんとさんです。居酒屋でいいのかな、居酒屋で合ってますね。居酒屋きちんとって書いてます。こちらでございます。あ、店頭にお弁当とか持ってるんだ。まあお弁当ではなく、とりあえず普通に定食食べに来ました。入ってみましょう。入ってますよね。それでは入ってみましょう。よいしょ。こんにちは。あ、はい、予約しといた一応新井と言います。あ、ハートペーパー、はい。じゃあカウンターでもテーブルでございます。はい、よいしょ。ということでテーブルでもいいってことなので、テーブル席に座らせていただきました。ということでメニュー見ていきましょう。こちらがメニューでございます。早入店限定、こちらでございます。オープンから12時までなんと830円の唐揚げが600円、そして西金南蛮850円がなんと600円でございます。すいませんって書いてますけど、600円は600円ですよね。そしてあとはこちら 300g の牛肉ステーキなんと1980円、それもなかなか安いですね。そしていろいろあと定食ものもあります。豆腐にんにく炒め800円、きちんとお刺身定食1100円、そしてチキン南蛮とエビフライ定食980円、ランチのオムライスがあと700円、ピリ辛中華の麻婆豆腐定食が830円でございます。いろいろありますね。そしてなんとスープライフはおかわり自由だそうです。その代わりなんかもあるみたいですが、とりあえずこちら注文してみましょう。すいません、チキン南蛮定食一つ、はい、ということで注文も完了いたしました。しばらく待ちたいと思います。ちなみにメニューなんですが、裏側にもあるみたいで、裏側に麺類ということで、こんな濃骨豚骨ラーメン750円、ピリ辛豚骨ラーメンが780円、九州クルメラーメンが690円、650円か、650円ですね。こんなお安いやつもあるんですね。そして沖縄そばもありまーす。ということで、ってすいません、まだ何も来ておりません。ちなみにライスとかですね、セルフサービスみたいです。おかわり自由なのでセルフサービスみたいです。取りに行きましょう。ということでこちらでございます。ご飯も味噌汁もありますね。漬物とあとこんな芋けんぴみたいなのもある。それではいただいていきます。ということで、まだご飯とスープでございます。そして芋けんぴとかも持ってきましたが、味噌汁ではなく結構お野菜がゴロゴロ入ったスープでございます。こんな感じですね。結構キャベツとか野菜多めでございます。それではこちらのスープいただきます。うん、あ、結構あっさり系の味ですね、うん、お野菜いっぱいで美味しいです。ということで寄ってまいりました。っていうか思ったよりでかい。チキンのサイズがでかいです。ご飯のサイズこれなんで、結構大きさわかるでしょうか。お皿も大きいですが、結構なボリューム感です。そしてなかなか美味しそうです。それではちょっとど真ん中こちらいただきます。うん、サクサクな感じで熱々で美味しいです。この下のソースがちょっと酸っぱいんですが、このタルタルソースの甘みいい感じに合っております。それではもう一口いってみましょう。それではこちら美味しそうです。それではこちらいただきます。
開けたけどなかなか美味しいです。ではちょっとこのキャベツサラダって言ったらいいのかな、キャベツかな、こちらもいただいてみましょう。特に変わり映えしませんがいただきます。うまい。そしてライスも美味しいです。しかしなかなかのボリューム感ですね。1枚なんですけど結構大きいチキンですね。唐揚げも結構ボリュームたくさんなのかな、ちょっと分かりませんが、それではこちらもう一ついただきたいと思います。やっぱりちょっと時間が経つとサクサク感がタルタルソースとかに浸ってなくなってしまいますが、なかなか美味しいです。それではこちらどんどんいただいていきます。ということでチキン南蛮完食でございます。美味しかったね。そして最初に言ったなんか芋けんぴみたいなデザート的にいただけるのか分かりませんが、とりあえず置いといてみました。それではこちらちょっといただきます。やっぱりちょっとデザート的な感じかな。でもそんなに甘くないです、うん、美味しいです。ということで改めてお芋も完食でございます。全て完食です。美味しかったです。お腹いっぱいです。ということでそろそろ帰りますが、伝票600円で書いてます。激安です。それでは帰りましょう。お疲れ様です。600円になります。そうですね、はい、ごちそうさまです。ということで美味しくいただきました居酒屋きちんとさんチキン南蛮、美味しかったです。ちなみにお店のお隣がファミリーマートでございます。ちょっとクーポンもらったジュースいただいておきました。そしてお店の場所ですけれど、こちら右側が早原南インターなんですが、お店出るとこちら側にしか行きません。今言ったようにこちらの後ろ側が早原南インターで、来た時の早回しの動画でわかるかな、早原南インターを出てすぐの交差点左角にあるお店でございます。ということで本日は居酒屋きちんとさんで美味しいチキン南蛮、しかも12時まで限定ですが激安の600円でいただけるチキン南蛮いただきました。ちなみに唐揚げ定食も同じく600円です。ちょっと唐揚げのボリューム感わかりませんが、とりあえずチキン南蛮ボリュームすごかったですね。かなり大きめのチキン南蛮で想像以上に大きくお腹いっぱいになりました。そして味の方もですね、チキンの方が揚げたててサク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 していて、それが甘酸っぱいソースタルタルソースに合っていて本当に美味しかったです。しかもご飯そしてスープが食べ飲み放題ってすごいですよね。さらにちょっとした漬物もあって、そういえば漬物の感想言ってませんでしたが、まあ、よくある市販のものに味は非常に似てます。でもあのカリカリの漬物久しぶりにいただいた気もしますが美味しかったです。そしてあのちょっとしたデザート芋けんぴん的なものですかね、あれもですねそんなに甘くなくてお芋の甘さがすごい出ていて美味しい芋けんぴんでした。本当にトータル的にコスパがいいお店だと思います。まあ、12時過ぎてしまうと850円、唐揚げが830円でしたっけ。そうなるとそこまですごいコスパがいいという感じにはなりませんが、まあ、でもそれでも850円でもあの大きさ、そしてご飯なども食べ放題、なかなかありなんじゃないでしょうか。そしてあと安いもので言うとラーメン、あちらも一番安いのが650円でしたっけ。そちらもなかなか気になりますね。ぜひ皆さん降りた時にお昼ご飯っていうタイミングに来られた方はぜひこちら居酒屋きちんとさん寄ってみてください。ということで本日は改めまして沖縄県早原町にある居酒屋きちんとさんで美味しいコスパの高いチキン南蛮定食いただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーディークラップ、バイバーイ。そしてあともう一つおまけですけど、今回ホットペッパーで知ったって最初の方に言ったんですが、ホットペッパーで予約すると1人当たり250ポイントもらえるっていうキャンペーンやってました。なんとその対象のお店が居酒屋きちんとさんです。ランチタイムも予約することができました。このキャンペーン結構定期的に開催されているので、今回は10月いっぱいまでですが、また今後も開催されるかもしれません。あと僕行った時そこまで満席っていう状態ではありませんでしたが、もし心配な方はホットペッパーから予約すること普通にできますので、そちらで予約してみるのもいいかと思います。ぜひ皆さん行ってみてください。